はい、こんにちは。皆さんこんにちは。お疲れ様です。えっ、ー、と全国の中、継校の皆さん大変お疲れ様です。はい、えっ、ー、と今日ですね勉強続きまして大変だったと思いますが、あのちょっと天候もね。悪い中、えー、雨も降ったんですけども、だいぶ上がっちゃった感じなのでね。はい、よろしかったと思います。じゃあちょっと肩回しましょうかね。だいぶこ凝っちゃったですよね。前から後ろに回りますか。かえー。 肩回る人はね、いいんですって。首回らなくなると困っちゃうので、首もちょっと回してみましょうか。首もありますかね。ゆっくりちょっと回してみてください。首柔らかい人いいですね。あの首柔らかい人、事故あっても大丈夫ですからね。はい、首柔らかい人いいですね。はい。ちょっとゆったり、あのちょっと後ろにね、背もたれもたれちゃって、手ひっくり返してもらえますか。このまま上に持ち上げます。はい。あ、すごい皆さん、体柔らかいわ。そのまま下ろしましょう。 はい、リラックス状態作りました作りましたでは深呼吸ねちょっとして入りますじゃあ一回深呼吸しましょうか吸ってください、はい、ゆっくり吐いてくださいもう一回最後吸いましょうどんどん吸ってはい笑顔になって吐いていきましょう私の顔を見てください笑顔ですはいありがとうございますそれではですね、まあ、今日のところですねちょっとこの働き方改革ということあちょっと聞いてみようか 皆さんの中でね、今回働き方改革、まあ多分イメージされている人事総務の方多いかと思うんですけれども、まあ社労士さんとか人事総務系の方で、まあちょっとあの働き方改革知っておく必要があるっていう方どのくらいいらっしゃいますか。ちょっと手を挙げてみていただいていいですか。はい。ありがとうございます。8割9割以上の方が、えー、もう手が挙がられたということなんです。じゃあそこの方で聞きます。はい。今回働き方改革の内容についてほぼ分かった。 だいたい分かっているちょっといまいちわかんないね。じゃあちょだいたい分かっちゃったって方はどのくらいいらっしゃいますでしょうかお素晴らしいですねありがとうございますなかなか上げづらいよね <laughs> 質問とかしないから大丈夫ですよだいたい2割ぐらいの方がだいほぼ分かったじゃあもう一回ねじゃあ分かってはいるんだけどもはっきりしない部分もあってちょっと確認した方がいいかなと思われる方どのくらいいらっしゃいますかはいありがとうございます 六七割の方がですねいらっしゃいます。では今日のところですね、まあ時間が一応ね五時半がおしまいなので守りますのでこれぴったりいきますのでそれまでの時間帯ですねこのレジュメ使いましてですねはいまあその、えー、身長表も含めまして説明を入れていきます。さあ一ページをめくってください。はいで、えー、まあ今回ですね、まあ私もですねこの 社会保険労務士の事務所をやって長年といいますかまあ20年ぐらいになるんですかねやってるんですけどもまあどうしても人のまあ先ほどねロココさんのねえ聞いてたんですけどもやっぱりあのもう大変なんですよお給料計算がどうしても締め日がですねありまして集中しちゃいましてですねはいまあそんな中でさらにですね勤怠管理についてまあえ見なきゃいけないということでねちょっとまあ見ますとですね えー、時間外休日の上限規制、これ、水増先生ね、おっしゃっていたんですけれども、まあ、それから勤務間インターバルですね、これがまあ現在努力です、はいそして、えー、5日の有給これ、皆さんね、多分対策練られてると思うんですね、4番、60時間超えた場合の時間外割増5割以上、中小企業への適用、はいこれね、2023年なので、中小企業の該当するところはまだ先ということになります。はいそれからね あの意外とあの大変だなと思うのはここ5番なんですね労働時間の客観的な把握管理・監督者裁量労働制対象者も含め安永法これも先生のね講義であったんだけども、はい、これも始まりましたので、はい、これによるとまあ管理・監督者ですね、裁量労働制 IT 系の方とかね それから、まあ、あの外回りの方、そういった方でもある程度のはっきりした時間管理をしておくと。だからフレックスタイムはまあそんな影響ないですよね。やってるところだけで。高度プロフェッショナルもほとんど影響ないね。あんまりいないですよね。あとは産業医と。はいということで、ではですね、えー、っと1ページめくっちゃっていただいてください。はい、米印の1番というところで。 ちょっとね、あのシステマティックに確認していきたいと思います。まず、法三十二条、これ、労働基準法ですね。はい、確認していきますよ。まず、一日八時間までと、まあ、そうだよね、と、一、まあ、週間四十時間まででね。ただし、ここですねで。皆さんの会社で、ブティック経営とか、例えば小売とかやってるよ、なんていう場合ですね。はいまあ、常時、十人未満の商業・保険・衛生・接客・娯楽については、四十四時間までということになってます。 さあ日本のですね会社の、えー、所定労働時間これの平均が何時間かご存知でしょうかね大体いい7時間45分ですね7時間45分ですだから8時間ぴったりっていう会社は別にスタンダードってことじゃないんですねはいそして、まあ、下を見ましょうサブログ協定ということで、はい、今日はですねあの皆さん人事総務の素養がある方だということであのー、簡単なね 説明は省きますで読んでいただくと、ね、こう書いてあるんですよ、不と字ですね、時間外労働させる場合、法定休日に労働させる場合は、これ労働基準法36条、はい、これ、サブロク協定といいますねで、36条の労使協定だから、サブロク協定ということです。でこれ、締結するということになりますと、はい、下のですね、米印の2番を見てほしいんですね。 はい、使用者と過半数労働者で組織する組合がある場合は組合で組合の推定組織率って今どのくらいかご存知でしょうか約17%ぴったりですだから組合のない、まあ、会社の方が多いわけですねということなので、まあ、こう書いてありますね、はいでえー、ない場合は過半数の代表する者との書面による協定と、はい、でこの過半数の代表者のここなんですけれどもこれ手続き踏んでます 投票や挙手など民主的な方法でまあ選ばなければならないでこれ、労基法改正入りましてこの言葉が増えてますのでねちょっと注意してほしいのがねここなんですよここ、えー、施工規則の改正ですね使用者の意向によるものではないこと。はい、ということは例えば会社がちょっとあの彼代表でどうだろうという感じで推薦してしまってそのままその方を代表に選んだ場合は これまあ代表者じゃないってことになっちゃうんですね、今度。っていうかなったんですね、もうすでに4月1日から。ということなので、この手続きをどうしたかの証拠をですね取っておいてくださいということなんですね。ですから、投票であれば投票用紙とか、メールで一斉配信して、信任のまあデータみたいなものでも構いません。でぜひ取ってておいていいいたただきたいんですねここははいあ でねなんでそういうことを言うかというとですね、まあ、ちょっと立て続けにあのまあ小の臨詩がですねあった時にですね言われたんですよそのことは2つ言われまして、まあ、最新情報なのでねせっかく今日いらっしゃって残っていただいていのお伝えしますけれども、あのーまあ、臨検で言われるというのはある意味いいことだと私は思うんですね。まあ、なんでかと、はい、トラブルになる前に監督署がチェックしてくれてるありがたいなって私いつもそう言うんですよ。だだから来ててくださいって 監督署で来てくださいって言ってもううちも忙しいのでさあ,んたあなたのところばっかり行けないよとなるわけなんですけどもでも来てほしいなんでかと来てくれないと使用者さんんの目が覚めないんですようちの小物崎さんも一緒ですよ目覚めない社長さんいらっしゃいますよだから来てほしいんですよ逆に言えばそういうところはそしてね初めて遡りでいくら取られたこれ大変だということで今回社長さんね3か月とか2か月で済みましたけどもこれ訴訟になったら2年ですよということですよね はい、で、えー、とここを残しておいてくださいっていうことをあの言ってました、監督署の方も。ですから、ここは注意してほしいなということになります。はい、そして、上に戻って届け出ることと、はい、この届け出っていうことが特に大事なんだということですね。で、この後見ますけれども、サブロック協定の様式が変わりました、はい、変わったサブロック協定、もう皆さん見てるかと思うんですけれども、そこでまあ何が変わったかというね、一つ、 この対象期間が1年に限定されました。はい、ということになりますと必ず1年に1回の届け出が必要になるということだと思うんですけれどもただ、サブロク協定の場合は、はい、切れてから届け出てはいけないということになりますので、まあ、必ずです、ね、その手前で過半数の代表者の方と どのような話し合いをしてそしてどうしてこれが限度時間になったかっていうのをですね取ってておいて欲しいしんです今度から今まではその場で話してねとかこれいいちょっと反抗しといてってあったかと思います、ね、ありますよね実際ね中小企業さんなんかでねあったかと思いますけれどもそれがだんだん通らなくなってくるということになるわけなので、えー、まあ残業時間ですねこれからあと見ますけれども話をしてほしいということになります。 そして、まあ、限度時間の制限ということなんですけども、まあ、サブロック協定じゃあ届け出ましたということになりますとそして、まあ、下ですねに、えー、2019年3月31日までサブロック協定で定める時間外労働については、まあ、告示きょ勉強しました、はい、ところがここが改正がかかりましたということなんですけども、はい、でこの下から4行目5行目この まあ限度時間の黒字による条件には罰則強制がなかったということです。はい。まあそれが罰則付きですね。まあ、えー、これがなったと六ヶ月三十万ですね。六ヶ月三十万の罰則付きになったということになります。はい。右側のフローをですね。見てここで確定しちゃいましょう。ここで確定しちゃいましょう。知識の確定。時間外休日労働を行う必要のある事業場は、過半数の労働者で組織する組合がない場合は過半数代表との はい、でこの代表が投票やメール信任などの民主的な方法で選出しなければならずで今回、改正がかかったのはここ、ね、管理監督者や使用者の指名した者は代表者となれないこの使用者の指名したものでないことという一文が加わってますのでまあ、壊したですね、そこは注意してみましょうね。 時間外労働の限度時間休日労働の限度日数についてサブロク協定を締結する、はい、そして時間外労働の限度時間は月45時間、まあ、年間360時間、はいまあ、1年変形やってるところは42の320までとしなければなりませんとて一旦切りましょうね,、はい、でねまず私からの現場からの声です現場からの声なるべく特別条項つけないようにしようということですねなるべく特別条項つけないようにしましょうと。はい 特別条項をつけるとどういうことになるか。こちらももちろんね、残業がある場合仕方ないです。ただし、あの特別条項をつけるということは残業をさせる会社だっていう認識なんですよ。行政サイドから見ると。ということは、まあ臨検に入る会社なんだってことなんですね。で、特別条項をまあつけたときに特別条項の限度時間が高ければ高いほどこれは 指導対象になりります当た前ですよねねそれは指導対象になりますすですからまあ皆さんの会社でもし特別要項をつけられていて、まあ、例えばね今100時間未満っていうのが限度ですけれども90とか95とかねもし行っちゃってればよこれはね指導に来てくださいって言ってるのと同じよ、ね、指導に来てくださいっていうのは同じね、まあ、かつですよさらに裁量労働制などで、ね、さらにやっているということになったら 指導に来てください、ねえー、いつでもいいですよよとと言っていると同じですよ、ねはい、ですすねから、まあ、そういった意味ではなるべくまず残業は、まあね、45時間以内に納めるようにできる会社さんであれば納めるで部署を作らないこと例えば A という部署で45時間は超えるけれども他は超えなかったら A だけを45時間超える特別要項にしとくことね他かは、ね、45までにしとくこと。 社老さんいらっしゃるかと思いますけれども、現場でそういうふうに指導していただくといいと思うんですね、監督官に言われたことでそのまま言ってるだけなのでね。はい、で、次ですね、あとは、一、まあ、回止めましたと、はいまあ、この原則限度時間を超える時間を締結する場合、特別条項月サブロク協定と、はい、これ、後で書き方やります、締結しなければなりません。はい、この場合でも、ここですね、まあ、年間720、これ時間外のみ。 で月100時間未満休日含む複数月平均80時間まで休日含むとで45時間超えることができるのは、まあ、6回までと、はいまあ、ここですね、まあ、先ほど、勤怠システムで、ね、お話が出ましたけれども、はい、この辺りのです、ねえー、話がです、ね、非常に重要になってくるんではないかと思うわけですね。はい、ということでね あのまあ、皆さんのお手元に労働新聞が入っているかと思うんです、封筒の中に労働新聞、入ってますかね、はいこれね、なかなかね私ね、あの撮り始めてたんですけれども、来るたびにあの感心してですね、まあ、見てるわけなんですね、はいでね皆さんです、ね、例えばですよ、まあ、1ページをめくっていただくと、はい、まあ、こんなことが書いてあるんですね、ちょっとこう、写しますよ。はい 1ページをめくると、一面の裏という形ですね、6割が、あ短納期経験と、はいまあ、いうことですね、まあ、こんな情報があります、どういうことかと、はいまあ、かいつまんでいいますと、ですね中小企業の6割が、はい、要は、短期ね、ね、えー、納期の短縮です、経験してると。はい、ということでね、要は、下請けさんですよ、早くしてくれということでですね、 通常の納期より短くしてくださいとか後から納期を短縮してくださいというふうに言われたことがあなたの会社はありますかという統計です、はい、そうしますとですね、えー、こう書いてあるですね、はいまあ、6割以上がま経験していると、はい、つまりこれ長時間労働につながる小還行だよねということなんですよね。で 私、なぜこの記事に注目したかというと私の顧問先に中小企業の印刷屋さんがちっちゃい工場さんなんですけどね、まあ、20人ぐらいのやってるんですけどもやっぱりあたふたしてるのはなぜかなと思うわけなんですけどもそれはやっぱり親会社からの納期短縮っていうのが頻繁にあって、まあ、それで残業出っ張っちゃうっていう、まあ、ジレンマがあるということなんですね。こ、はいまあ、こういったです、ね、あのととろでななるほどな まあいうふうに思ってるわけですね。さらにちょっとね。めくっていただきますと。